年に数回しか手に入れることができない、そんなルアーが世の中には存在する。ハンドメイドのジャックベイトなんですけども、値段がびっくり、定価で6000円、ビッグベイトより高い。そんなルアーをね、奇跡的に入手しましたので、ぜひ紹介したいと思います。まあ、それがこれだ。モリケンスピードバイトのポーカーフェイクになります。これがね、超激レアハンドメイドルアー。いやー、俺モリケンさんのルアー大好きで、まあ、スピナーベイトをね持ってたんでよく使ってたんですけど、今回はジャークベイトも手に入れることができて非常に満足しますので、満足感のもと水中映像を交えながらスペックと簡単なレビューをしていきたいと思いますので、早速いきましょう。こちらポーカーフェイクの簡単なスペック、重さが1/2オンス、長さ110mm、バルサ製のハンドメイドルアーですね。約2メートルぐらいで、スローフローティング、これがポーカーフェイクの基本的なスペックになります。特徴、なんといっても塗装が綺麗。これを綺麗に見せるためにはやはりこっちのカメラでやりたいと思うんですけども、塗装がねとにかく綺麗なんですよ。これワカサギカラーなんですけど、細部まで綺麗に塗装されてるの。この綺麗さが、いや半端ねえわこれ。単純に見てて気持ちいいレベル、そんぐらいの塗装の綺麗さ、ほんと芸術ですよこいつは。これを投げてみた感想としては、一発目の立ち上がりがすごい、まるで PA で操作してるかのような、プチョッパーっていう、すげえ気持ちいいですよこの立ち上がりが。だから例えばストップ&ゴー、ストップ&ゴーの時の立ち上がりの良さっていうのはすごいリアクション性がね高くなる要素の一つだと思うんですよ。だからストップした時にピャッでゴーって時にバッちゃんと動く、ストップした時と動き出し、これが結構釣れる確率がドカンと上がるタイミングだとは思うんで、動き出しがいいってことはリアクション性の食う確率も数%、数 10% か分かんないけど上がる可能性がある。この立ち上がりの良さ、この立ち上がりの良さがね俺はすごく気に入ってんですよ。ストップ&ゴーからのただ巻きですよね。ただ巻きした時のアピールがすごいんですよ。こうパン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 って針もね、いい針使ってんすわこれ。すんごいねサクッと入るんで気をつけてくださいね。こういう風にねすごい幅のでかい動きをするんで、就魚効果もたっぷりと。でまあジャークベイトなんでジャークしますよね。水中映像だとなかなか難しかったんですけど、バッバッて左右にね動くんですよ。このでかさがいい。このバッバッジャークのバッてやった時のバンっていう潜りがね相当潜るんですよ。下に行きながら左右に行くで、スローフロート、だからタフった時とかジャークベイトでバッバッてで、ふわーバッバッ、これもね効くと思うんですよ。基本的に全ての動きに隙がないっていうのがね主導してみて思った感想ですね。まあという感じでモリケンスピードバイトのルアーはとにかくいいんすよマジで。このねポーカーフェイクも正直言ってなかなか手に入んないんですよ。マジでなかなか手に入んないんですけど、気になった方はモリケンスピードバイトをちゃんと取り扱ってるお店に問い合わせてみて聞いてみるのが一番ルアーを入手するルートだと思います。ということで今回は俺の大好きなルアーメーカーモリケンスピードバイトの超激レアハンドメイドルアーポーカーフェイクの紹介でした。気になった方はちょっと調べてみてください。日立のシムでした。またね。これマジいいっすよ本当に。